水中での息継ぎをマスターすれば、クロールを永遠に長く泳ぐことができます。ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは行きましょう。どうもセリカです。今回の動画はクロールの息継ぎをとても楽にするための基礎的な水中での呼吸方法をご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。クロールの息継ぎが楽に行えるようになれば25メートル以上クロールを泳ぐことはもちろん100メートルでも疲れずにクロールを泳ぐことができます。まず大前提として水中の呼吸はこのように水中では鼻から息を吐いて、水上では口から息を吸います。水中では鼻を噛むようにして、鼻から息を出していきましょう。基本的にクロールの息継ぎも同じような要領でやっていきます。この呼吸法のことをボビングと言います。私は普段子供のレッスンも持っているのですが、このボビングというのは必ず子供のレッスンで一番最初にやります。どんなに泳げる子でもまずはボビングを最初にやらせます。水中に潜った時には反射的に鼻から息が吐けるようにならなければ、なかなかクロールの息継ぎも難しくなってきてしまいます。どうしても口から息を吐くという方が多いのですが、水中では鼻から必ず息を吐くようにしましょう。口からだとどうしても吐く息の量が多くて苦しくなってしまいます。続いては壁を持ちながら呼吸を練習していきます。まずはハイエルボーでの息継ぎの練習法です。ご自身がいつも行っている側の手だけ呼吸を行ってください。呼吸をするタイミングは手を回したと同時に横を向き、頭を戻すタイミングは手よりも先、もしくは手と同時に戻していきます。ここで息継ぎの説明を加えていくと、呼吸をしない側の手を回している間は、基本的には息を止めています。では、いつ息を吐くのかというと、呼吸をする側の手を回す直前に息を一気に吐いています。これがどうしてもできない、難しいという方は、呼吸しない側の手が回っている時に鼻からゆっくり息を吐いていってください。とても重要なポイントとしては、呼吸をするまでに息をすべて出し切っていってください。これができないと新しい空気がどうしても肺に入ってきません。息継ぎがどうしても苦しい、クロールを長く泳げない、25メートル以上泳げないという方の多くは、息継ぎに問題があることが多いです。そして息継ぎの問題で一番多いのが、吐き切っていないで吸おうとしているということが多いです。どうしても皆さん吐き切るということに恐怖を覚えていることが多いので、まずは泳がなくてもいいので立ちながらこのように、呼吸を行っていきます。すべての空気を吐き切るということに対して恐怖を抜いてください。息は必ずすべて出さなければ新しい空気はなかなか入ってこないです。続いてはストレートアームでの息継ぎを見ていきます。先ほどと息継ぎをするタイミングは全く同じです。手を回し始めたと同時に頭を横に向けて頭を戻す際は手よりも先か手と同時に頭を戻してください。そして息継ぎの方法も同じです。息継ぎをしない側の手をかいている時は基本的には息を止めています。それがどうしてもできないという方は息をゆっくり吐きながら回してください。そして息継ぎをする直前には全ての息を吐いているようにしましょう。息継ぎをしない方の手を回している間に息をずっと止められるという方は呼吸をする直前で一気に空気を吐いてください。
その時も口から吐くのではなく、鼻から必ず息を吐きましょう。もし息継ぎをする直前に息を一気に吐くことができない、それがどうしても苦手という方は、基本的には鼻から息をゆっくり出しながら手を回すというのがおすすめなのですが、息を吐き切る前にどうしても息継ぎにたどり着いてしまうと、息をまた吸えなくて苦しくなってきてしまうので、息が吐き切れるまでずっと手を回していることをおすすめします。大事なのは全ての息を吐き切ることです。では実際にハイエルボーとストレートアームでの息継ぎを見ていきます。今ご覧になっているのはハイエルボーの映像です。先ほどの息継ぎのタイミングと同じように、手をかき始めると同時に横を向いていただいて、頭を戻すときは手よりも先か手と同時に頭を戻していきます。競泳選手は基本的には息継ぎをしない方の手を回している間は息を止めたままです。なんでかっていうと、その方が息がずっと肺にあるままです。空気が肺にあるということは、その分浮いていられる、浮き袋の役割をしてくれているので泳ぎやすくなります。例えて言うなら、プルブイをずっと挟んで泳いでいるような感覚と同じです。実際のコンビネーションのスイムよりも、プルブイを挟んで泳いだ時の方が体力消費的には少ないので、それと同じような現象が息を止めて泳いでるという現象と同じです。なので、呼吸をするまで、呼吸をする直前までは息を止めている方が泳ぎやすくはなります。けど、その分呼吸する直前に一気に息を吐かなければ、なかなかうまく息継ぎができないので、そこが難しい問題となってます。もしそれができないという方は、少しずつ息を吐きながら手を回して呼吸を行ってください。だんだん呼吸だけに意識が回ってくると、息を止めて一気に吐くということも慣れてくるので、そこまではゆっくり練習を積み重ねていってください。いきなり難しいことをやる必要はありません。続いては正面から見ていきます。このように息継ぎをしない方の手を回しているときは、基本的には息を止めています。そしてここで一気に吐いて呼吸を行います。この呼吸法の方が長く泳ぐにはとてもおすすめな呼吸法です。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンのクリック、そして通知ボタンのクリックもお願いいたします。Twitter もやっております。ぜひフォローをお願いいたします。プライベートな情報を流しています。Instagram もやっております。ライブや動画の告知を行っております。ぜひフォローをお願いいたします。私のレッスンも実際に受けることができます。概要欄に貼ってありますアメーバブログをご覧ください。1ヶ月無料のオンラインジムも案内しております。概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。